ご視聴ありがとうございます。ホグワーツレガシーをプレイしていきます。すみません、そこの君、ちょっと一緒に来ていただきたいのですが。何かご用でしたか？はい、ニコラス・ド・ミムジー・ポーピントン卿と申します。以後お見知りおきを。こんにちは、ニコラス卿。例の本と行方不明のページのことを知っています。力になれるかも。よければついてきてください。近くですよ。待ってください。どうして本のことを？ページがなくなってることまで。ゴーストの間で噂が。サロー君と共に禁書の棚のそばで目撃されたのです。ご心配なく、秘密は守ります。私がページの持ち主を知っていることは大きな進展となるかもしれません。喜んでお連れしましょう。ただ途中でちょっとしたお願い事を聞いていただけたら助かります。つまり頼み事の報酬がページってことですか？はい、大したことではありません。厨房で腐ったローストビーフを調達していただけたらありがたいのですが。ローストビーフですか？それも腐ったやつ？そうです、腐ったローストビーフです。ちょうどよくプカプカ通り過ぎれば味が感じられそうなのです。うむ、うん、やれると思いますが、なんで僕に？単純な理由です。このゴーストの体では運べないのです。もしローストビーフを手に入れてくださるなら、近いうちに一通り説明しましょう。着きました。梨をこちょこちょしてお入りを。梨をこちょこちょ？そうです、絵の中のここで待ってます。しもべ妖精の邪魔はしないようお願いしますよ。うむ、もう腐ったローストビーフの甘い香りが想像できますよ。生徒が理解不能です。厨房に美味しい料理。一体何の用で？ねえ、残飯ってどこにあるのかな？ちょうどノンサッチが今日集めた分を捨てようとしていました。奥の方にありますので、ご自由にどうぞ。うわ、ひどい匂いがする。近づいてる証拠だね。ですか？嬉しいです。おや、何をお持ちしましょうか？かぼちゃパイはいかがです？ウェルシュラビットもございますけど。それもいいね。でも今は腐ったローストビーフが必要なんだ。ニックに頼まれてお越しでしたか。どうぞお持ちください。フィンキーが思いますのは、ニックはもう嫌になったんでございますよ。どんな味だったか、そのかすかな記憶を求めて延々うろつくなんて。大広間の料理はしもべ妖精たちが魔法で作ってるの？滅相もございません。屋敷しもべ妖精でも食べ物は生み出せませんよ。ガンプの元素変容の法則、5つの主な例外のうちの1つ、それが食べ物です。とは言いましても、しもべ妖精にかかれば数を増やすことも形を変えることも調理することも可能でございます。そちらを大広間にお運びするんですよ。ここで作る食べ物に制限はあるの？ないと思いますがね。なんといってもフィンキーにはヘルガ・ハッフルパフが残してくれたレシピがたんとあるのですから。中でもマルメロパイの人気はいつもすごいものです。ここのところはアーブロース燻製料理も流行ってきておりますがね。生徒が厨房に入っても大丈夫なのかな？まあ本来でしたら生徒の皆さんは厨房に入ってはいけませんね。ですがフィンキーは気にしません。
生徒の皆さんにお会いできるのはウィンキーにとってこの上ない喜びですから。ごちそうはたくさんございますけど、ここにはお客様もめったにいらっしゃいませんしね。またいつでもいらしてください。会えてよかった。食べ物をありがとう。とんでもございません。フィンキーもお会いできて嬉しゅうございました。ニックにもどうぞよろしく。ああ、お帰りなさい。問題なかったですか？ええ、フィンキーがよろしくと、腐ったローストビーフも一緒に。それは何より。フィンキーは優しい妖精です。さて、パトリック・デレディ・ポドモア卿に牛肉を渡しましょう。ページの発見に一歩近づきますよ。何が何だか、どういうことですか？大変失礼を、先走ってしまいましたね。パトリック卿は首なし狩りを主催しています。首のないゴーストが集まり、様々な首なし活動を行う催しです。首なし活動？はい、ご覧になればわかりますよ。さておき、理由は知りませんが、生前のリチャード・ジャック・ドーがページを持っていました。腐ったローストビーフをパトリック卿のところへ持っていき、私たちが狩りに参加し、ジャック・ドーと話す作戦です。行きますか？腐ったローストビーフは贈り物かと。ある意味そうですね。実を言うと、長いこと狩りへの参加権を手に入れようとしてきたのです。パトリック卿に牛肉を差し出せば、それが叶うかも。もちろんそちらのお役にも立つでしょう。そこに行って何をすればいいんですか？話はこの私めに。傲慢とも言えるような方々ですので、きっと歓迎してくれると思いますが、それは君が持参する腐った牛肉のおかげということです。首なし狩りって危ないんですか？首なし狩りは生徒どころかハエ一匹傷つけませんよ。ただの楽しいこと好きな首なしゴーストです。なるほど。僕もパトリック卿に会って首なし狩りを見てみたいです。素晴らしい。後悔はさせませんよ。パトリック卿のもとに案内します。おいメスター、お客さんだぞ。決まりを忘れたのか、ほとんど首なしに。アムゼット卿、通してくだされ。パトリック卿に手土産があります。どうせ仲間に入れてくれって話だろいつもあんな感じなんですか？ああ、悪気はないのです。パトリック卿が誘ってくれさえすれば仲間に入れますから。これを差し出せばきっと。目的を忘れないでくださいね。ご安心を。すぐにジャック・ドーから情報が入ります。どこにいるか分かれば。たっぷりの蜂蜜酒か子羊の骨付き肉でも欲しいところだな。この宴にはそれだけが足りないのだよ。その次にいいものはいかがです？ああ、ニコラス卿と生徒か。誰が通したんだ？実は贈り物がありまして。実に怪しい。念のため聞いておくが、本当の望みは何だ？リチャード・ジャック・ドーです。今どちらに？話をしたいのですが。ジャック・ドーか。やつならここにいるぞ。残念ながら肝心の首がない。君には首なしの苦労は分からんだろうこれは一本取られました。首ならその辺にあるはずだ。ゲームにでも使っているのだろう。見つけられたら本人と話すことを許可しようじゃないか。若き聖者よ。程よく腐ったこの贈り物に対するせめてもの礼だよ。実はもう一つ相談があるのですが、いいですか？ニコラス卿、君もしつこい男だな。何度聞いても答えは一緒だ。
ですが、あ、そのいいか、我々は皮一枚でつながった首なし狩りではないのだよ。さあついてきたまえ、案内してやるよ、出口へ。若き友よ、さようなら。君が目的を果たせますように。次にカボチャの中のかくれんぼゲームに参加するのは誰かな。どうも、力を貸してください。おや、ニコラス卿の友人だね。彼に見捨てられたのか。いえ、リチャード・ジャック・ドーと話がしたいんです。パトリック卿がこの辺りに頭があるかもしれないって。その通りかもしれないな。人間を含めるのは少々異例のことだが、まあお前がどうしても話したいというのであれば、いいだろう、ジャック・ドーと話してもいいぞ。ここのカボチャの中から彼の頭を見つけられたらな。1回ではなく5回だ。無事に見つけるたびにダンフリーがジャック・ドーの頭を別の場所へと移すからな。それがルールだ。やるかい。どうしてジャック・ドーの頭を使うんですか。どうしても知りたいなら最年少のメンバーであるジャック・ドーを捕まえて聞くんだな。ルールをもう一度聞きたいです。カボチャの中から彼の頭を5回見つけるんだ。杖を使え。これ以上ヒントをやることはできないな。どうやって首なし狩りに入ったんですか。私は共に反逆した仲間と共に処刑された。地元の州の行政が気に食わなかったから自分たちの手で対処したんだよ。反逆とは大げさな言い方だが、ともかくそれで有罪になってしまった。私に任せていたらもっとマシな結果になったと思うがね。わかりました。それでジャック・ドーと話せるなら。素晴らしい。もちろん杖を持った人間は我らゴーストに対して有利だがな、そちらは好きなだけ魔法をぶっ放すことができる。いいか、奴を5回見つけるまでゲームは終わらないからな。はじめ、見つけるまでは心を無にしろ。片付け係じゃなくてよかった。もう見つけたのか。また隠れ先のカボチャを見つけないとな。ジャックドー、どう考えてもこれは最高の瞬間じゃないんだ。初めて見た。楽しそうね。よくやった。杖があってこその結果ではあるが、それでも勝算に値するのではないかな。悪くないな、人間にしては。さあジャック・ドーに言いたいことを言うがいい。頑張ったご褒美だ。お見事だけど、どういうことだ。お前はメンバーじゃないだろ。僕が探してるページのありかをあなたが知ってるかもってニコラス卿に聞いて。なんてこった。どれのことを言ってるかすぐ分かったぞ。あれはピーブズからいただいたんだ。忘れもしない。あのページの地図が俺を破滅へ導いたのさ。普通思わないだろ、洞窟であんなことが待ち受けてるなんてさ。ページは多分俺のその体と一緒にじわじわ朽ち果ててるところだろう。最後にふさわしい大冒険だろ。ページのせいで頭を失ったってこと。それで僕には洞窟で死体を探せって言うんだ。そういうことだよ。お前首なしゴーストなら死体なんて言葉慣れっこだと思ってるだろう。そうだ、いいこと考えた。禁じられた森の外れで会わないか。どこ行きゃいいか教えてやるよ。洞窟には何があるの。俺の死体以外にか。記憶が正しければお宝が少々に魔法の橋。ま、全部バラしちまったら驚きがないからな。せっかくの冒険だ。
洞窟にいた人に首を切られたの？その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後に頭がふわっとして、覚えてるのはそれだけだ。だからもし行くんなら気をつけろよ。何に気をつけりゃいいかは教えてやれないけど、お前は勘が鋭そうだし、そよ風には注意しろ。ピーブスはポルターガイストなのにどうやって盗んだの？別にあのお化けから直接かすめ取ったわけじゃない。あいつがめちゃくちゃにした場所で見つけたんだ。あいつは物を壊すのが趣味だろ。本でも瓶でも鎧もだな。騒ぎを起こせるなら何でもござれだ。あいつが図書館で大暴れした後に見つけたんだよ。亡くなったことにも気づいてないさ。あのページは必要だから。分かった、会いに行くよ。ありがとう。心配すんな。とりあえず体と再会してからだけど、ダンフリーが何とかしてくれる。森の外れで会おう。来たぞ。約束通りだろ。また会ったね、ジャックドー。考えてみりゃ驚くことでもないのか。グリフィンドール生は禁じられた森に冒険に行くもんだからな。言えてる。ここからどこに行くの？来いよ。行けるとこまで案内してやる。でも自分の死に場所に行くのはちょっとばかし気が乗らないんだよな。目を皿にして水盤を探せ。見つけたらこう言うんだ。イントラムロス。多分ラテン語だ。ギリシャ語かも。わかるだろ、学校じゃろくに授業を聞いてなかった。行こう。水盤以外に注意しておくものはある？そうだな、目印になるのは石橋、滝、そうだ、確か湖もあったな。行けばわかるよ。いろいろ教えてくれてありがとう。こうしてるといろんな記憶がやめてくれって言いたくなるくらい蘇るな。なんだか妙に厳かな場所だ。お鹿も立派で迫力があるし。あった、ジャックドーが言ってた通り。イントラムロス。ところに来るなんてな。ランロク様はな、お前らの行く先なんざお見通しだ。かかれ、アンジェクス。やめろ。これを取れ。必要以上に長引かせるんだ。今さらランロクに報告されたって問題はないな。先に進もう。どこまで続いてるんだろう。相手だった。
とジャックドーが来てからこんなに増えたんだろうな。きっとこの先にジャックドーの亡骸と例のページがある。また会ったね、リチャード・ジャックドー。長い間ページを守ってくれてありがとう。あった、ジャックドーを破滅に導いた地図だ。この部屋の向こうには何かあるのかな。ここから出られるといいけど。ここは一体何？そんなことが。先生だ。ついに誰かが地図の間を見つけたのか。ペンシーブで見ました。ラッカム先生ですね。いかにも。正直に言うと、これほど幼い者が立っていることに驚いているよ。先生とイシドーラ・モーガナークがホグワーツに入ったのと同じ年です。ちゃんと注意を払っているようだな。では君もあの力を。古代魔術の痕跡が見えるということならその通りです。気づいているかもしれんが、この力を持つ者はあらゆる魔法と独特な関係を結ぶことができる。我々は他の者が知る由もない魔法の信用に触れられるのだ。冒険の中でこの稀有な才能を磨く機会が訪れるだろう。うまく使いたまえ。はい先生、ありがとうございます。伝えたいことが山積みだ。だが初めに君をここへ導いた地図が入っていた本だ。その本を台座に置いてくれ。あの、本を持ってないんです。うん、それは残念だ。では君が本を持って戻るまでこの会話は中断せざるを得ない。よくわからないんですが、どうして地図の間って言うんですか？本が台座に戻ったら全てを明らかにすると約束しよう。騎士の家にあったいろんな像や彫刻、あれはあなたのですね。占い師なんですか？ああ。来ると思ってました？今はこれ以上言えない。君がここに来たことに驚いていないとだけ伝えておこう。わかりました。すぐに本を持ってきます。頼む。本が戻ったら話の続きをしよう。
ページも地図の間も見つけた。もう本はいらないかな。ここはホグワーツ？フィグ先生はいつ戻るかな。いなくても勉強をサボらないって約束したけど、先生が本を持って帰ってくるまで何か気晴らしでもしてようかな。